11月11日、12日の2日間、掛川市の小笠山総合運動公園グラウンドで2012森林・林業・環境機械展示実演会が開催されました。この展示実演会は国内最大規模の林業機械の総合展示会であり、第36回全国育樹祭の記念行事として静岡県内で初めて行われました。国内外の66団体から出展された500機種を超える機械などの見学に、過去最大となるおよそ1万6000人が来場しました。展示された機械は抜刀、枝払い、玉切り、集積作業を行うことができるハーベスタやフェラーバンチャ、プロセッサなどの高性能林業機械やそのアタッチメント、丸太の集材を行うタワーヤーダ、集積運搬を行うフォワーダなどの大型の高性能林業機械をはじめ、チェーンソーや刈り払い機などの小型の林業用機械も展示されました。高性能林業機械の性能の進歩は目覚ましく、来場者は実際に使用したり運転したりして自ら性能を確かめ、技術情報の説明を受けたりしていました。林内実演会は展示会場に隣接する森林で行われました。その他、北海道最新鋭の高性能林業機械であるハーベスタやフォワーダ、グラップル付きトラックなどが実際に森林内で作業を行う様子を来場者は真剣な目で見ていました。ハーベスタは実際に立ち木を伐採し、必要な長さで材を切り揃える玉切り作業を実演。瞬時に長さを計測する速尺は高い自己学習機能により従来の機械よりも精度が向上しているとのこと。また複雑な動きのすべてをキャビン内から操作できるため安全性に優れている点が紹介されていました。この時材を掴む力は材の太さを自動で読み取り、太さに応じた最適な力で保持します。なお、操作グリップ手元で呼び出せる最大設定数は30となります。また速尺機構は自己学習機構。林内で伐採集積された丸太を運搬するフォワードは立ち木を集積し、急勾配の作業道を走行、前進後進とも前向きで運行できるよう運転席が改良され、安全性の向上が見られました。前進後進どちらでも前向き運転ができ、安全です。静岡県では木材の安定供給体制の確立を進めるため、富士の国森林・林業再生プロジェクトを立ち上げ、林業の機械化・システム化を推進しています。